はい、こんにちは。パーカーションの高文です。この動画では、初めてのコンガ購入ガイドということで、コンガに興味があります。これからコンガを購入しようと考えていますという方の判断材料の一つになればいいなと思っております。で多分にですね、僕の独断と偏見が入りますけれども、まあ、それでもね、何も情報ないよりいいよという方はね、ぜひ見ていってください。はい、まず、コンガを購入しようにも、よしあしなんかわかんねえよと、全然知識ねえよという方のためにね、まずこのコンガを作っているメーカー、 メーカーで有名なところが4つありますので、この4つだけ紹介させてください。まず1つ、LP です。ラテンパーカッション、略して LP というメーカーがありまして、これがパーカッションのシェアナンバーワン、世界で一番使われているメーカーになります。でクオリティも高くて、プロで使っている方も多い。ちなみに僕もこの LP というメーカーのパーカッションを多く使っています。はい、で2つ目、トカというメーカーです。 今紹介した LP に負けず劣らずのクオリティの楽器を出しておりまして、これも非常に使っている人が多い、プロでも使っている方が多いです。はい、3つ目、マイネルです。これはドラムのメーカーとして、えー、有名ですけれども、パーカッションにもすごく力を入れております。で、近年ではですね、特に日本でよく流通している、出回っているので、手に入りやすいといった印象があります。最後、4つ目、ゴンボップスです。これは逆に流通量が少ない あんまり出回っていないんですけれども、まあその分ですね、すごく高品質、クオリティが高い楽器をちょっと高価格帯で出しているといったメーカーです。はい、L.P. とかマイネル、ゴンボップスの四つです。覚えましたか？で、この四つのメーカーのコンガであれば、安いもの、低価格帯のものであったとしてもですね、まあよっぽど変なものっていうか、なんか変な音するわとか壊れやすいわみたいなことありませんから、まあできればこの四つで選んでいただけたら安心かなと思います。 あと、この4社をお勧めする理由の一つとして、この4社のコンガ、ほとんどがですね、レモンのプラヘッドに対応しているからっていうのがあります。どういうことかというと、このコンガを新品購入した場合、この画面、ヘッドにはですね、基本本革が貼られています。こういった感じの、ちょっと半透明だったり、乳白色だったりするですね、革が貼られてるんですね。で、この革が湿度の影響をめちゃくちゃ受けやすいと。 えー、いた感じなんで、まあ、この湿度の影響を受けたくないだとかチューニングを安定させたいという方は、まあ、このプラヘッドを使うのがおすすめなんですねでちなみにこのプラヘッドを作っている大手がレモというメーカーでニュースキンファイバースキンスキンディープという3種類のヘッドを出していますでこのヘッドを交換するという感じなんですねでボンゴの場合はですねこのレモのプラヘッドが LP のボンゴを基準に作っているので 結構他のメーカーだとサイズ違いで合わない装着することができないっていうことが結構あるんですけれどもコンガの場合はねご安心ください。まあ、LP 基準で作られてるんですけれども結構その他のメーカーでも互換性があったりこのサイズが結構細かいサイズ、えー、分けになっているのでさっき紹介した4つのメーカーであればほとんどのコンガでこのプラヘッドをつけることができます。 なので、コンが購入してやっていく中で、将来プラヘッドにしたくなっても安心ということですね。でこのレモの対応するコンガが載っているサイトをですね概要欄に貼っておきますので、より詳しく知りたい方はそちらをチェックしてください。で今回、この動画を撮るために、今、どんなコンガが売られてるんだろうといろんなお店のですねサイトをチェックしたんですけれども、まあ、非常に残念なことに。 えー、この動画を撮って2021年1月現在はですねこのコンガという楽器自体が、まあ、そもそもすごい手に入りにくくなっているなと印象を受けましたすごい数が少ないし種類も少ないやっぱまあご時世ということもあってね流通量が少ないんだと思うんですけども、まあ、どこのお店も、えー、在庫切れとかお取り寄せというのがほとんどでした そんな中でまだかろうじて手に入るもので探しましたらですね、なんと一択になりました。これ僕も衝撃だったんですけども、もうこれしかねえじゃんっていう一択になりましたので、まずこれから紹介していきます。はい、こちらです。マイネルの HC512 というモデルで、11インチと12インチの2本セット、スタンドまでついて約5万円というですね、非常にお買い得な今ガです。で今画初めて買う方でね、失敗したくないっていう方は、もうこれで、これで決まりです。これファイナルアンサーでいいと思います。 いわゆるプロユースのものよりもかなり価格が抑えられた廉価版エントリーモデルという感じなんですけれども、えー、コンガの相場からするとね、えー、日本で5万円っていうのはめちゃくちゃコスパがいい安いです、はい、この楽器がいいところを言うとこのボディの材質シャムオークという木を使ってるんですけれどもこれがですね LP のクラシックモデルっていう、まあ、世界で一番使われている最もメジャーなコンガと同じ材質を使ってるんですね ただ、それにもかかわらず、このマイネ年の今回は値段が LP クラシックのまあちょうど半額になっていると。どういうことやねんと。コスパいいなと。ただ、まあおそらくこのリムとかね、ラグとか、パーツ類はコストを抑えるために安いもの、安い材質のものを使っているとは思うんですけれども、まあ音にそこまで影響があるかというと、多少はあるでしょうけど、もうほとんど気にならないレベル、まあ僕はないと言ってもいいレベルだと思います。はい で仮にもっと音良くしたいとかグレードアップしたくなったらですねこのリムとかラグ金属類パーツ類っていうのは交換ができますのでカスタマイズしてもいいかなと思いますあとさっき言ったようにですねレモのプラヘッドにも対応しているものがあるので、まあ、将来的にねプラヘッドにしたいという場合も安心ですはいでこの HC551 にサイズバリエーションが今言った11と12インチの2本セットと10インチと11インチの2本セットが あるんですけれどもこれは11と12とを選びましょうでこのコンガに限らずお子様ですとかよっぽど手が小さいという方を除いては11インチまたはそれ以下のコンガっていうのはですね本当に小ぶりな太鼓っていう感じなんでこの低音と高音のメリハリがなかったり、まあ、バンドの中で合わせた時にですね音量負けしてしまうことが多いんですね、まあ、本当に上手い方ならね。 どんな小ぶりなもんでも何叩いても鳴らせるっていう話はありますけれどもこれから始める方はスタンダードな11インチ小さい方が11インチで始めるといいと思います同様の理由から LP の廉価版ブランド LP アスパイ r や CP あと他のメーカーでも廉価版のものでサイズが10インチと11インチっていうコンガがよくあるんですけれども大人の方でね趣味でコンガをやろうと いう方にはあままりおすすめしません、はい、これらはね本当にお子様用学校教育用といった位置づけになります、はい。というわけで僕のおすすめとしてはマイネル HC51 に一択なんですけれども、まあ、2本も必要ないととりあえず今回1本でいいよという方はこちらいかがでしょう、はい、同じくマイネルの HTC1111 インチ1本で約3万円弱とこれまたかなりコスパいいと思います。 で今回はもともと1本で演奏するパーカッションなので、これ1本、えー、買って始めて、後から、ね、欲しくなったらまた買い足して2本とか3本にするというふうにしてもいいと思います。はい。はい、では、店頭やネットに在庫があった場合という手でおすすめを紹介していきます。LP でしたら、マタドールというモデルか、クラシックモデルです。1本あたり約5万円になります。トカでしたら、カスタムデラックスというモデルか、エリートプロ。 モデルですすねこちらも1本あたりり約5万円になりますでメルカリとかヤフオクみたいな中古市場でこれらが出ていたらですね十分購入を検討していいと思いますで。店頭価格で1本あたり約5万円くらいなので、まあ、それと比較して中古でどれくらい安くなっているかなというのを見ていただくといいかなと思います。はい、あとよくいただく質問として LP のコンパクトコンガやパールのトラベルコンガってどうなのという話があるんですけども、えー、全然悪くないと思います。悪くないんですけれどもやっぱり胴体がある。 普通のコンガとは別物かなと違う楽器かなといった印象ですねオープンとかスラップの叩き分け音の違いが出るので練習用としては使えるんですけれどもえ音の豊かさというか響きはねやっぱ胴体があった方が全然違いますねでもうすでにコンパクトコンガとかトラベルコンガを持ってる使っているという方に1個補足なんですけれどもおそらくねこのプラヘッド特有の変な倍音っていうかちょっとヒンヒンっていうような 変な音域体が出ることが多いんじゃないかなと思いましてそういう場合はですねえっとこのヘッドの裏にこんな感じでガムテープとかビニールテープとか貼って音を変えることができますこのヘッドに対してこの中心部にですねちょっと重さウェイトをつけてあげるとこの鳴った時の低音低域がよりまとまりやすくなりますのでまあコンパクトコンガだったとしてもちょっとクンクンクンっていう 低液成分がが強くすすることができますあとヒンヒンヒンっていうですねちょっと嫌な高い倍音が出る場合はこのヘッドの端の方にテープをつけてあげる重さをかけてあげると倍音が抑えられることが多いのでですねまあこういうふうにして音をちょっと改造することができる改良することができるので試してみてくださいはいというわけで今回は今後は購入ガイドでした まとめるとこれから始める初心者の方にはマイネル HC512 がおすすめですという話になったんですけども本当はねもっといろいろ比較とかしたかったなと思うんですけどもいかんせん在庫がないと出回っていないというところなので、まあ、引き続き楽器メーカーさんには是非頑張っていただきたいしこの流通の正常化もですね願っております。 で今回紹介した楽器以外でこのコンがどうですかっていうのはありましたらねコメント欄で聞いていただければ僕の独断と偏見でよければ答えますのでぜひ書いてくださいはいこんな感じでこのチャンネルではパーカッション情報を毎日発信毎週日曜日には YouTube ライブを使ったパーカッションのワークショップも行っておりますので引き続き要チェックしてくださいそれではまた次の動画で会いましょうバイバイ